当時、事情があって無職だったにもかかわらず、出来婚してしまった義弟。私より年上。義弟嫁は私より3歳年上で、まあ、普通の人だと思ってたけど、義弟の彼女にしては。結婚しても時期が悪く、義弟の無職期間が長引いたからか、ちょっとアレな人に進化した。私が、義実家に顔を出すたびに、長男嫁なのに、私一人に義実家を押し付けて、長男嫁なのに、〇〇しないなんて、〇〇はその時々に違います。法事の手配、旅行に同行などなど。ただ、義弟嫁も自分でしているわけでなく、ほとんどは姑がしていて、かなりいい姑。義弟嫁がするのは、電話を受けて姑に取り継ぐとか、旅行へ行くときに自分たちの荷物を作るぐらい。私たち家族は、共働き、子供のスポーツで、確かに、休日に旅行にお付き合いできることは、年一回ぐらいしかありません。冠婚葬祭関係は、ちゃんとお付き合いしています。私も職場で鍛えられているので、義弟嫁のあれも絶賛する。そのせいか、義弟嫁のあれもバージョンアップ。私たち、義弟家族がいるから、この家はちゃんと成り立っているんです。もうちょっと、私3家族、イコール、長男一家は、私に感謝したらどうですか。と、みんなのいる前で、ヒステリックにわめき立てたよ。そしたら、姑さんが、お茶を飲みながら静かに一言。経済的に苦しいから、同居させてくれって言ってきたから、一緒に住んでいるだけで。そんなに大変なら、私とお父さんだけで暮らす方が、気楽でいいわ。もうそろそろ別居してもいいわね。義弟嫁さんも大変だそうだから。義弟は仕事で、その場にいなかったんだけど、義弟嫁はプルプルしていた。姑さんはさっさと、別居ね、と手配を始めてしまったし。義弟は、資格試験に一回落ちて、再挑戦で合格したんだけど、残念ながら、希望するような職場に恵まれず、かなり収入は低かった。独立して、義弟嫁の望むような生活レベルは望むべくもない。義弟が帰宅してかなり修羅場ったけど、結局、義弟一家は、かなり不便なところの小さいアパートに引っ越していった。腹いせのように、義弟嫁は顔も見せなくなっていたらしいが、もともと、ちょっとドライなところのある夫両親には、あまり答えていないようだ。月に数回は、うちや琴音ちゃん家族も行ってるし、義実家に養ってもらっているのに、義弟嫁が、なんであんなに強気だったのかわからない。